皆さん、こんにちは。生活者ネットワークの赤澤佳奈です。私は先日、小学生の子供たちに向けて、市議会議員の話を、仕事の話をしてほしいということで、子供たちに話をしに行ったんですが、そこで子供たちに、皆さん、政治ってどんなイメージがありますかって聞いてみたんです。そしたら、子供たちから3つ上がりました。1つ目に、みんなが声を合わせて言ったのが、裏金でした。そして、2つ目が、萩生田。3つ目が、おじさんでした。皆さん、どう思いますか？今の子供たち、本当に政治に不信感しか抱いてないんです。